この時間は日本対 AC ミラン、こちらの一戦をお届けいたします。本日のゲームはイーストロールスタジアムで行われます。コンディションです。今夜の現地は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。このゲームの解説、シュート、ミラン先制。日本相手に先制点をもぎ取ります。ムバッペ、フェイントを入れてシュートゴールでした。相手を揺さぶってできたコースにしっかりと打ってきましたよね。見事なシュートでしたね。さあ日本、この早い段階で失点といきなり足元を救われてしまいましたね。いや、強豪同士いきなりスコアが動くゲームになりましたよね、はい、失点した方は追加点さえ与えなければまだ序盤なのでいくらでも立て直しは効きますよね。そうですね。裏へ出るか、スルーパスを狙う、さあ抜けた、ミランとしては流れちゃいましたけどもね、抜けてくればもうビッグチャンスだったんですけどもね。いいでしょう、攻守の切り替え。鎌田、マッチアップのシーンと呼んでいた。スペースにいいボール出たんですけどもね。攻守の切り替えも早いですよ。ムバッペ、フェイントを見せます。こういったところうまいですよね。さあペドリ、さあカウンタースピードを上げたいところ、デニスロー、裏を狙っていきます、シュート、なんと止めた。素晴らしいセービング、やはり見せてくれますね。期待通りって感じですよね。威圧感みたいなものを感じますよね。日本、今のカウンターは危なかったですよね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてるときとシュート、触る、キーパーこれよく止めましたね。あの位置からのシュートでしたけどもね、素晴らしいですね。決定機でしたが簡単にゴールを割らせません。ここはディフェンスの対応、バーへのボール、シュート、川口詰めてきた、決めた、ミラン、これで差は2ゴールになりました。メッシ、一度キーパーが触れたボールをゴールに押し込みました。これはキーパーのファンブルを狙ってましたよね。ポジショニングも良かったですし、きっちりセカンドボールを押し込んでいいゴールでしたよね。さあミラン、得点を重ね2対0という展開。ミランとしては 2-0 になったことで余裕を持ってプレーできますよね。また一つ失点すると流れも変わってしまうので守備は引き締めていきたいですよね、はい、あそこまでゴール前に人が集まってしまうとショートコースがなくなってしまいますよね。さあ古橋、さあつながるか、危ないシーンでしたがクリアの対応、小野、ムバッペ、スペースに出す、さあデニスロー、トゥーリオからターテのボール、ここでマッチアップ、AC ミランカウンターを仕掛けていきます。この1対1マッチアップ面白いんですけどもね。小野から鎌田、このマッチアップどうなる、抜けてくる、さあシュートまでいけるか、あとシュート、きたミラン、立て続けのゴール、決めてきました。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。そうですね、やっぱり後ろがしっかりしているので奪ってからの攻撃がスムーズにつながりますよね。守備あってのカウンターっていうのが選手に浸透してますよね。
ムバッペ、今日2点目のゴールです。さあミラン、3対0と圧倒的な強さを見せつけるゲーム運びに今日はなりました。さあ鎌田、抜けてくる、おっとボールはクリア。低い弾道、 AC ミランはあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。大きく前線に入れます。ここで丁寧にコントロール。さあ古橋だ、シュート。いやもうギリギリのクリアって感じですよね。古橋へのボール、さあ鎌田、ここで笛、前半が終わりました。前半終えて3対0、日本ちょっと押され気味といった前半でした。どうしても引かされるシーンが多かったので、もうちょっと後半は攻撃的にいきたいところですね。3点の差をつけて前半を終えます。しかし早い時間で1点返されるようなことがあれば、まだまだドラマも起こり得るでしょう。日本対 AC ミラン、それでは引き続きゲームをお楽しみください。後半ゲームはスタートしています。日本としてはチャンスありますけども、ただこう攻撃的に過ぎてしまうと構築したディフェンスラインが崩れて、また追加点をされてしまう、はい、そんな状況ですよね。小野、豊島、小野へ、鎌田、インターセプトを狙う、パス通りから柔らかいパス、これは合いません。鈴木、 AC ミランがここでファールを取られます。ここもしっかりディフェンスしました。スルーパス、裏のスペースを狙う、ここはつながりません。ここは返す、ロドリ、奪いに行きます。ベルナルド・シウバ、このボール奪いに行きます。ユカエルなんです、これは合いません。鎌田から左へ、おっとこれはカウンター行きますね。自分で行く、さあカウンターのチャンスになります。メッシー、さあムバッペ、届くかこのボール、一気に前線へ。日本カウンターを仕掛けます。豊川マッチアップのシーン、裏のスペースを狙う、さあここでカウンター、このマッチアップどうなる。ムバッペ、ムバッペ、ムバッペ、奪い返します。フリーだ、三笘、さあカウンターを仕掛けます。左サイドのドリブル、これはファールの判定。日本はここで1回目の選手交代です。抜けてくる、
ペドリ、ここはつながりません。スペースを狙う富安、このボールに触ります。さあ一気にカウンター、玉山マッチアップのシーン、スルーパスを出す、いいボールだ。ロドリ、 AC ミラー、カウンターを仕掛けます。ここは読んでいました。リズムを失ってますよね。ミドルサイドでこれだけボールを奪われてしまうとやはり可能性なくなりますよね。さあカウンターのチャンスになります。さあカウンターだ、裏を狙う、このボールはメッシへ、いい形じゃないですか。メッシ上げる、これは直接キーパーへ。さあカウンタースピードを上げたいところ、いけるか、スペースへ。さあここでカウンター、今野抜けてくる、右サイド上がる、さあフラッグは上がっていません。シュート、うわ、まだ、さらに来る、ゲット、日本このゴールであと2点です。いやよく反応しましたね。これはポジショニングが良かったですよね。セカンドボールの反応はあらかじめ予想しておかないと反応できないですからね。イメージ通りだったんじゃないですかね。さあ日本、流れを変える1点となるんでしょうか。さあ樋口、あとまで来た、来た、決めた、日本あと1点のところまで詰めてきました。伊藤、チェックを受けていましたがしっかり決めてきました。相手からのプレッシャーかけられてましたけど落ち着いて決めてきましたよね。チェックを受けても簡単に奪われないテクニックが光りましたよね。さあ日本、1点差に詰め寄りました。いや止まらないですよねこの勢い。さっきのゴールをきっかけにチームとしての連携が出てきた感じですよね。はい、これはカット、ペドリ、さあ裏を狙っていきましたがこれは通りませんでした。田口、これは奪い返します。さあ左へ預けて、来たか、樋口、これは積極的なチェック、マルキーニョス削ってしまいました。やはり抜けるとチャンスになるところですからね。これはカード、しかしもう残り時間ないわけですから、どうしたんでしょうね。まだ笛は鳴りません。直接、ジーダー、ファインセーブです。直接でしたが止めます。キーパーナイスセーブでしたね。こういったところでしっかり止めていけるっていうのは大きいですよね。この時間帯ですからね、ここはもう全員で行った方がいいかもしれませんね。このボールどうだ、伊藤、さあコーナーキック、残り時間はそれほどありません。さあ中は人数かけよう、コーナーキック、頭だ、いった、ジータボール、やっとって日本、この時間での同点に追いつきました。キーパーの弾いたボールうまく詰めました。
こういうゴールを笛です。3対3、ゴールラッシュとなったゲームですが引き分けで幕を閉じます。